よー、ドワーフブロスだ。いやいやいや。みんな VTuber 好きですか？バーチャル YouTuber は好きですか？そりゃね、VTuber 好きなんだよ。今年もね、いろんな VTuber が誕生しては消え、誕生しては消え。うん、そうだね。もう、諸行無常の時代でございますよ。はい、本当にそう、うん。そんな中で、ね、今年推したい VTuber、これをね、ちょっと、おのおの紹介していきたいなと思うんですよね。一応してきたね。意外とやってなかったね、うん、こういう企画。そうだね、確かにね。ちなみに俺はあの普段推してるドットライブは、うん、今回はちょっと別をね紹介させていただこうかなと思うんで。まあ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 、そうね、うん、ここはね一旦置いてね。はい。うん、ドワーフプラス。で、岩立バルナイフの今年推したい VTuber グループです。はい。はい。ででん。ケモノフレンズ V プロジェクトですね。ほう。ああ、はい。ケモ V です。ケモノフレンズ皆さん。ご存知ですか？なんとなくわかります。実は俺もね、アニメ見てないんだけど。はいはい。あの、このケモ V はね、最近熱いんですよ。そう。これのね、一応リーダー格であるね、島灰色狐。うん。そう。島兵がね、特に面白いですね。へぇー、うん。今年特に俺はね、推したいと思ってます。注目してんだ。今来るな、みたいな。うちのドットライブとも仲良しなので。うちの、うん、うちのってなんだよ、うちのってな。じゃあ次行こうぜ。俺がね、今年、うん、っていうか、もうこれから多分ね、この VTuber 来るんじゃないかなって思ってる、本当に個人的に推してるというか、見てる VTuber がおりまして。うん、いいね、大福マン、大福マン TV。はい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 。かわいい。存じ上げておりますよ。実は俺はね、イサハイゴーゼとしてこのツイッターアカウントを作ってから、もう結構早い段階で、YouTube、この大福マンの YouTube アカウントとツイッターをフォローしてるぐらいには、いや、これ絶対おもろいだろうっていうので、面白いな、そう。ひっそりね、ひっそり押してるんですけど、動画勢なんだよね、この人は。はいはいはい。へぇ、いや、かなりネタ寄りなんだよね。変な絵描き歌とかね、あと俺は結構楽しみしたスーパーボンバーマンのゲーム実況とかも1年前で終わってるし、めちゃくちゃな感じなんだよ。で、やっぱり、俺は、VTuber 黎明期から、この、界隈を応援してるんだよね。はい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 。やばいやつ言えばさ、ケリンが台頭した時期だよ。はいはいはい、はい。はいはいはい。なんか俺はね、そこに近いものをね、感じていて、たまに見てはね、ひひって一人で笑ってるっていう。肝笑いしてる、ね。勝手にね、ちょっと、紹介させてもらうんですけど、いいですね、交流もしたことないのにね。もうビジュアルも声も最高なんだよ、本当に。俺が VTuber に求めてたものがそこにあるんだよね。おぉ。チャンネル登録しよう。マジで、もうみんな見て。ジェルフォード。推しね。うん、ちょっと、多めでもいいっすか。あ、いいっすよ。いいっすよ。まず、ちょっとこう言っときたいのは、最近ね、お二人はもうよくわかってると思うけど、俺もずーっとフィンオジのスタンプしか使ってない気がする。はい。もうずっと使ってます。本当にそう。もうずっと使ってるよね、あなた。なんなら今俺、フィンおじの T シャツ着てるからね。フィンダーおじさんって書いてあるやつ。マジで。このインナーに着てるのか。そう、この下に着てる。やば。っていうのが一人。すごい。今年推してんだな。今年、てか、まあ、去年、バキバキにもやられたっていうのがお二方いまして、うん、まず人造人間、人造さん。はいはいはい、方の配信さ、いやすげえんだあれ。いや俺なんか 3DCG で、新しいカメラマンを作ってるところだったの、ね、うんうん、新しいカメラマンを練習してたの。カメラマンを練習してた。そうそうそう。でもそういうの見てる時に、うんうん、要は俺全くそういう知識が 3DCG を作るっていう知識が全くないんで、わかんないんだけど、とにかくずっとなんか画面がかっこよくて、なんかこんな知識なくてもめちゃめちゃ楽しく見れんだなっていうか、世界観めっちゃかっこいいなみたいなのをすごい思ってたっていうのが人造さんで、いいね、推しっていう感じとはまたちょっとそのずれちゃうかもですけど、去年僕たちレオンゼロミヤさんの企画に出させていただいたじゃないですか。ああ、そうですね、はい、本当に実はねこれね、その時にね、本当に企画でさ、いろんな方出てさ、うん、まあ、爆破したり、いや面白かったなあれ、爆発したりいろいろあったじゃん、うん、爆発率多くてちょっとドキドキした。爆発率だった。もう本当に、うん、被るかよってな。そん中トップバッターで被らずに、めちゃめちゃ面白かったオメシスはやっぱすげえな、うん、
いやいや、これはすごい。もうなんかバットで頭ぶん殴られたみたいな感じだった、見たとき。いや、オメスはすごいよ。やっぱオメスはいいぞってなるよなと思って。いや、でも今めちゃめちゃ、ずっと新しいんだよ。めちゃめちゃ今過去動画とかを見直させてもらってます。いいね。過去から見るとさ、あれでしょ、うん、この時にこんなことやってたのみたいなさ、その革新的なことめっちゃやってない。いや、すげえわーと思って、ちょっと当てられちゃって、だもう今年1年はちょっと俺、もう、その過去 4年とかさ、活動されてる動画をもう、全部見てやろうという気持ちで今いますわ。いやー、そうですね。めちゃめちゃ大事だよ、それ。うん。俺、オメシステン行ったしね。ああそうだ、あ言ってたな、マジ、そうバーチャル渋谷のお飯室に行きましたから、ね、うらやましい、うらやましいな、うんち買った、俺ねボールペン買いました、ボールペンちょうどいい、ちょうどいいな、ね、まだ開封せずにね、あの飾ってます、ああいいですね、お前だけずるい、なんかたくさん行って、そうだな、うん、ごめんごめん、いやいやいや、なんか気持ちが溢れちゃった、いや俺もだって今今年推したい V なんていくらでもいるぞ俺、あそう、うん、あ何があるんだよ、エイレーン学園卒業のエレ卒とかね、あのエイレーンって皆さん、うんうん、エイレーン、うん、もう VTuber のもう不死鳥だよ、もうそうだよね、もしが始祖たる始祖の一つだ、実は去年一昨年かにあの VTuber 箱を作ったんだな、ほうほうほう、うん、だったんだけどちょっとあえなくそれは箱としては解散になってしまったんだけど、うん、全員今もなお個人勢として活動を続けていて、うん、その6人がね俺はかなり好きで推してますね、なるほど、そこの中でもねムーミーミアニモさんっていうねやべえ女がいる、覚えにくこの人面白いとかね、とかね、 あとはねとかね、あと最近やっぱ来てるのは天城天ちゃんですね、天、うん、ちゃんマンですね、とかあと個人的に言いたいのはやっぱあの鉄の鎖さんっていう上位生物、いやいや天ちゃんマンの方がいいよね、上位存在は、そう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 、彩り迷いちゃんもね最近な、何あこれ、ね、みんな好きかって、うん、そう進める時間か、あとやっぱねお前らやっぱドットライブだよ、お前らドットライブを見る、いや結局かよ、お前はドットライブを見る、結局か、いや今年もね、そう言わないって言ったじゃない、今年もドットライブはすごい年になるぞ、結局それが言いたかった、最近こういう話しなかったから、最終的にここに落ち着く、ずっとその気持ちだけ、前のイオリンのポケモン配信面白かったよな、いや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 、言いたかっただけか、最近だってポケモンで話したけちゃいかさん、では皆さん今日はここまでです、ありがとうございました、ひどい